なるほど。そうですか。今ここで重要なのは、アキトが私をシングルで、それもビッグマッチの舞台で指名した。うん、なるほど。今ならいけると思って言ったのか、それともどういうつもりなのか分かんないけど、あんま甘く見ない方がいいわよ。なるほど、なるほど、そういうことですね。アキトさん、甘く見ない方がいいと思うよ。あんたは男色 D のビッグマッチで指名した。このことが重くのしかかるでしょう。はい、まあ、ああやってリング上で男色さんに思いを伝えたわけですけども、まあそうですね、僕はやっぱり男色 D のが DDT にいたから DDT に入ったってところがやっぱりあるので、今このタイミングで男色さんと試合したくて、やっぱ僕は節目節目であの人と試合してたんで、今このタイミングでしかできない試合があると思うし、今の男色 D のにしかできない試合があると僕は思ってるんで、やっぱり新木場後楽園ってシングルやってきて、そこよりももっと大きい舞台でやりたかったんで、大田区でシングルさせてくださいって言わせてもらいました。うん、これはまあ別にサイバーファイト副社長アキトとし西垣アキトとしてじゃなくて、一レスラーのアキトとしてチャレンジすることです。はい、何かありますか。そういった意味じゃ最近のやっぱり D の選手はちょっと思うところはあったと思うんですか。そうですね、まあまあなんかこう無観客配信の試合の時とかは割とチャレンジ的なことをやってるな、面白いことやってるなっていう印象はあるんですけど、まあそうですね、なんかこう今の男色 D のはリング上で男色 D のが満足するための試合をしてると僕は思ってて、そうじゃなくてやっぱり僕が初めて男色さんの試合を見たときは YouTube で見て、僕はその時やっぱり DDT のプロレス、男色 D のプロレスって知らなくて、こうバチバチやるだけがプロレスだと思ってて、そこで男色さんの試合を見て、あ、こんなプロレス、こんな面白いプロレスがあるんだって気づかせてくれた存在なんですよ。だからまた男色さんにはそういう存在に戻ってほしいし、その当時の僕みたいなプロレスってこういうもんだって思ってる人とか、プロレスに一切興味がない方にも届くようなことができる人だと僕は思ってるんで、もう一回その気持ち目覚めさせようかなって。いやー、本当に多分竹下二郎で組んだのは今日で3回目ですかね。あの1回は札幌でダムネーションの佐々木遠藤とやって、もう一個はあのアントニオ本田山下美優組って、これ貴重な試合がありました、後楽園ホールで。で今日が俺の TV ショーで3回目だったんですけど、もう組めば組むほどもうよりこうなんかタッグチームとしてもね、機能してくるというか、まあ1回目から結構機能してたと思うんですけど、まあとにかくイケメンさんもリング上で言ってくれましたけど、楽しい、もうこれにつきます。プロレス最高、ありがとうございます。実はね、もう一個ね、いろいろ喋りたかったことはもうさっきリングで喋ったんで、あとはもう言わなくてもみんなわかるでしょ。あと俺アメリカ行く行く詐欺してますから、何回も同じことを言ってますから、いいでしょう。俺の興行で竹下幸之助、黒石イケメン二郎、そして芦野翔太郎、そうだ、ここに3人で組んだ、そういうタッグも組んだことあります。でね、やっぱなんやかんや言うても俺のアメリカ行きさすがにそろそろ実現すると思うんだ。だから俺はアメリカでね、この世代のプロレスラー黒石イケメン二郎として、この世代のプロレスをもっと底上げするべく俺は頑張るよ。なぜかってそれって結局自分のためだよ。自分のために金稼ぐために俺はもっともっとこの世代を底上げるよ。でもな、組んでて楽しいという感情は実際ある感情で本当に思ってる。だからいろんな選手いるもんね、そいつら俺も含め誰にも負けないように頑張って高みで会おうよ。よし、マジで本当に最後かな、これ。これ最後です次はどこで握手することになるかな。よし、次は敵で
あ、おっす、おじゃっす。じゃあな。フィニッシュ。達者でな。最後お前押しててあそこまで最後最後だろ。いや本当にそういうとこだぞ。すいません。本当に罪がお前よ。あそこもちょっと練習しないとな。はい。ダンス。あ、ダンス。あ、平田あいつは俺の前で気持ちよさに踊りやがって、これから俺で俺の前に来るとき絶対踊れよ。絶対踊れよ。最初から最後まで踊れ。ああプロレスしなくていいから俺の前に出たらもう最初から最後まで踊れ。ああずっと楽しみ。それは楽しみですね。ああもう俺の前ではプロレスしなくていいから。ああずっと踊れ。そういうことだ。分かったな。絶対踊れよ。絶対踊れよ。平手絶対踊れよ。おい、ふざけやがってこの野郎。入場でガンこんなボロボロにしやがってよ。おい、26万6千だからこれでも1000円2000円3000円すんだバカ野郎。おい、ざけやがってこの野郎。絶対ちょっと何か言ってタダで直してもらうからな。さあ秋山さんに直してもらうんですか。秋山さん。ああ、いやなんか最後やっぱ怒ってたね。いやでもまあ俺はもう満足したから怖いからもう踊らなくていい。いやあのそもそもタイトルマッチ前でもうちょっとなんかしっかりしてくれるのかなと思ったんですけど。違うんだよ。そういう風にやってなんかねタイトルマッチに向けてそういう風にやるから歯車が狂っていつも負けちゃうから。なるほど。そういつもね、あのでもまあ勝ったことによって逆に僕のペース配分が崩れてしまったけども、でも今日秋山純をコンディションを整えるための道具として使ったってことですか。いやそれは違うよ。それはじゃあ失礼だよ。やめてくれ。秋山さんを勝つステップとして踏み台にしたってことですよね。違うよ。超リスペクトだ。俺握手したかったんだから最初。まったく。いやまあ、そうですよ。ね、橋本さん。僕はね、今日あのまたね、2回目かな、秋山さんの、試合するのが。で今日もね、やっぱ一撃が重いし、すごいこう、刺激的な、はい。まあ、ちょっとしかね、当たれなかったけど、刺激的なマッチメイクでした。はい。またね、何度でも対戦したいと思います。はい。まあ、秋山選手は先ほどのコメントの中で、宮瀬選手に、もう俺の目の前では最初から最後まで踊れ。ダンサーとか。でも別に秋山さんの目の前じゃなくても踊ってしかないですよね。まあ、そうなんですけど、もう7、8人ぐらいね。まさか踊なんかね、踊れっつから踊ったらあんなとんでもない膝が来ると思わなかった。ちょっと怖かったね。びっくりしちゃったよ。まあ、今日はあの奇跡的に勝ちましたけど、はい、まあ、タイトルマッチに向けて我々、はい、上げていけてますんで、はい、次回秋山さんとやる時も、まあ、次のタイトルマッチ以外は踊りますんで、はい、タイトルマッチの時は踊ると坂口さんがね、笑って多分きっとコロッと負けちゃうと思うんで、その時は私たちがねダンスをせずに、はい、笑かさずに、はい、がっちりと試合して、うっす、奇跡じゃなく勝ちたいと思います。Hoshimura got lucky last time at Karakun. That was going for the tag belt. I thought I'd give it a try with Drew. Might be fun. Maybe win the tag titles.It wasn't my real interest, so I wasn't giving it 100%. He was lucky enough to get a win then. Today, though, Universal Belt. Maximum effort. Ganbarimasu. No chance. Well, 前回、吉村はね、本当に幸運だっただけで、100点で僕に対して勝って、それは僕とドリューが、ね、もう一回挑戦すれば確実に取れるし。I didn't even break a sweat. What? No sweat. 本当に no sweat. もう今日は汗もかかずに吉村を相手に防衛することでして、まあ、一切汗かいてないから。Truth be told, though, I want to wrestle Ueno. Honestly, I really want to wrestle him. I think it'll be a good match. Ueno はね、すごくいいと思うし、彼と試合したいなとはもちろん思ってる。That's what happened after the match. Sure, that's what'll be asked next. I've tried in DDT for the past. When did I get here now? March, February, March. It's now October. It's 8 months. 8 months I've tried to make friends in DDT and be nice to people. And where has it got me? I'm not invited to anyone's unit. I'm not in a unit. I'm like the only person on the roster who's got like no team. もう8ヶ月、3月からもうずっと DDT にいて、まあね、上野はすごくいいフレンズだけど、いまだにね、誰も僕をユニットに入れてくれないし、誰も僕はどこにも所属してないからな、上野仲いいくせに。So yeah, I want to wrestle him, but he's not my mate.He's not my friend. 友達じゃない。だからそういうこと考えると、もう彼はもうどこにも誘ってくれない。友達じゃない。Where's my invite to join Disaster Box, eh? え ?Where's my invitation?
なんで、No, Chris joined Disaster Box. なんでクリス・ブルックスをディザスターボックスに誘ってくれないの、上野。だから、He is not Fred. Hirata and, Hirata and Awashi are both old. Get them out. Get them out and bring me in. Hirata and Awashi はちょっともう、オールドだ、年取ってるだろう。あいつらを出して、俺らをディザスター、俺をディザスターを入れた方がいいんじゃないか。I don't want to join. だけど、ディザスターに入りたくない。今日戦ってみて、今日のタイトルマッチで、まあ、吉村選手を脅威に思う場面もなく勝てたという感じなのか、それともなんかそういう点はあったのか。You think Yoshimura is easy or some point is Yoshimura?、Oh, very easy, very easy.、One point、at the beginning, before we locked up, before we touched, I thought, oh, maybe strong. Maybe, but I was wrong. もちろん楽勝だったよ。ただ一つだけ、唯一ちょっと怖いなと思ったのは、ロックアップする前、試合が始まる前に、あ、これが強いかなと思ったけど、ロックアップした瞬間にそういう不安はなくなった。Yeah, no problem. No problem. ああ、つう。負けました。負けました。ありがとうございました、セコンド。くそ。ああ。いつからや、いつからか知らんけど、なんか最初からずーっと俺のことバカにしてやがったやつ。ああ、ちょっとね、ああ、気に食わないんで、まあこれで、直接対決っていうと、1勝1敗、まだ終わってないと俺は思ってるんで、ああ、いつでもまたリベンジ、ああ、させてもらえるように頑張ります。お疲れ様でした。まあ、やっぱりこう、チャンスというのは巡ってくるもので、でもまあ今日無理だったとしても、吉村君ならば、はい、必ずシングルのチャンスもあるし、まあ我々ね控えてますから、タッグ組みたくても控えている中で、はい、ね、人のことはあのように言わなくてもいいと思うし、はい、まあ吉村君の代わりなんておこがましいこと言えないんですけど、はい、吉村君も僕も、はい、タッグタイトル王者として、はい、ウィーク弱くなんかないんだぞっていうことを証明したいですね、はい、クリスが言ってることなんかもう半分ぐらい分かんなかったですけど、はい、そんな失礼なこと言う外人は、はい、ダメな外人なんで、はい、ユニバーサルのベルト今度は吉村君いないですけど、まあ、大田君、はい、タックル組とかも取ったらどうなるかなんか分からないですけど非常に、はい、プライドを持って戦いたいと思います。今日はね、アキレ選手と戦ってみて、こう何が届かなかったっていうのは、届かなかったなんか思わないですよ。でも結果が結果なんで、でもまあ今上野さんが言ってたみたいに、俺はクリスに打てくるほぼ分からへんから、後で大会リポート見て、あ、こんなこと言ってんねや、こいつ腹立つなっていうのが、あ、最近試合にも出てきてるんで、あ、俺はあいつのこと嫌いです。あ、試合に関しては別に何も言うことないです。結果が全てです。